ライナークリム家とアルカディウス号ライナークリム家は1960年代から1980年代にかけて活躍したドイツの馬術競技選手。合計で7回の夏季オリンピック大会に統一ドイツまたは西ドイツ代表選手として出場したキャリアの長い選手である。本業は法律家であり晩年には衆議会議員に選出され地方政治にも携わった。 没後の2008年にはドイツにおけるスポーツ界最高の栄誉であるドイツにおけるスポーツの伝道に入った。ライナー・クリム家は第三帝国時代のドイツ・ミュンスターで1936年ベルリンオリンピックが開催された年に生まれた。父は心理学や神経学分野の研究者であった。1948年にミュンスターにあるベストファーレン乗馬学校で乗馬を 始めた。1955年にアビトゥー,ウーアに合格、ベスト・ファーレン・ビルヘルム大学にて法律と政治を学んだ。1959年に博士号を取得し、弁護士及び交渉人として独立した。クリム家は乗馬や馬学をハリー・ボルトとグスタ・フラオに学んだ。クリム家は後に特にバババ術競技において優秀な成績を残す。しかしながら、 選手として駆け出しの頃は総合馬術競技にも出場しており、例えば1959年のヨーロッパ選手権大会では3日間かけて行われる総合馬術団体に西ドイツ代表チームの一員として出場した。また、1960年の夏季オリンピックでは総合馬術個人に統一ドイツ代表選手として出場して18位の記録を残した。 さらに、障害飛び越し競技に関しては、ベルリンで行われた大会で大賞を受賞している。1962年8月ロッテルダムで開催されたバババ術競技大会で表彰されるライナークリムケ。向かって、右は1964年東京オリンピックに西ドイツ代表選手として出場もしたハリーボルト。1960年代から1980年代に、 かけて、馬術競技者として、主に馬場馬術の分野において輝かしい成績を残すが、クリム家自身の言葉によれば、成功の50%以上は、彼が騎乗した馬筆の力によるものである。クリム家が騎乗し、オリンピックや世界選手権で優秀な成績を残した馬筆を、クリム家の騎乗年代順に並べる。下記オリンピック競技大会には、 1960年ローマオリンピックから1988年ソウルオリンピックまで1972年ムンヘンオリンピックと1980年モスクワオリンピックを除いて毎回出場した。ババ馬術団体、ババ馬術個人合わせて金メダル6つと銅メダル2つを獲得した。これは馬術競技において一人の人物により獲得された。 メダル数の最多記録である。金メダルは、ドゥックス号と共に1964年と1968年にババパ術団体に出場し獲得した。また、レフメト号と共に1976年にババパ術団体に出場し獲得した。また、アーレリヒ号と共に1984年と1988年にババパ術団体で獲得し、 1984年には、馬場馬術個人で獲得した。1968年と1976年には、総合馬術個人で、それぞれ銅メダルを獲得した。馬術競技の世界選手権大会においても、好成績を残しており、金メダルを6個獲得している。うち2個は、個人で、1974年に、ネフメト号と、1982年に、 アーレリヒコートを獲得した。残り4個は団体戦で獲得した。ヨーロッパ選手権大会においては通算して団体で7つ、個人で3つの金メダルを獲得した。ライナークリム家の妻、ルートもまた、障害飛び越しやバババ術のトップ選手であった。3人の子供の1人、イングリッドも夏季オリンピック大会に3度出場しているオリンピアンである。 クリムケは、バジ以外にも、法律事務所の経営に携わり、その他、国際馬術連盟のババ馬術委員会などの理事なども、経験した。また、クリムケは、ドイツキリスト教民主同盟の党員であり、1990年から1995年まで、ノルトラインベストファー練習議会の議員を務めた。衆議会では、スポーツ委員会の副議長を務めた。その後、 2000年のシドニーオリンピックに向けてカムバックを計画していたが、1999年に記事のミュンスターで心筋梗塞により亡くなった。63歳であった。墓所はミュンスター中央墓地にある。クリム家は馬術、馬の調教、馬学に関して以下に挙げるいくつかの著書を執筆した。これらの著書の多くには英語やフランス語の翻訳版がある。また、 何度か改定を重ねている著書もある。ありがとうございます。